皆さん、はじめまして。私たちは町田の魅力づくりや発信、市の計画づくりなどを考える若者グループ MSP 町田創造プロジェクトです。今日は仮称町田未来づくりビジョン2040についてのご案内です。このビジョンは2022年度から始まる町田市の町づくりに関する大切な計画です。市民と一緒に計画を作ることを大切にしているため、様々な世代とのワークショップが行われてきました。私たちも昨年意見交換会に何度も参加して、町田の将来について一緒に考えました。私たちの思いや意見が2040年に向けて目指していく3つのなりたい町の姿にまとまりました。1つ目は、ここでの成長が形になる町です。町田に暮らしてよかったと誰もが思えるような、みんなにとっての幸せの形が生まれている町を目指すという意味です。2つ目は、私の心地よさが叶う町です。住んでいてちょうどいいなと私たち一人一人が思えるような、心地よさが叶えられている町を目指すという意味です。3つ目は、誰もがホッとできる町です。誰もがホッとできる居場所を地域の中に見つけられている町を目指すという意味です。町田がこんな町になってほしいなって思いませんか？そこで皆さんに一つお願いです。これはなりたい町の姿からイメージする町田市のキャッチコピーの案です。私たちの思いや意見をもとに作りました。皆さんの投票によって一つに決定したいと思いますので、皆さんからの投票お待ちしています。